隠れてなんか涙出ておいで、もういいかい、まだだよ。Thank you.
ビッグママです。よろしくお願いします。サンダの終わりっていうことで、もう早くも大学生活1年目が僕たちも終わりましたけど、ね、理工学部成績ってもう変えてきましたか皆さん。まだですかね。もう3月26ですよね。なんか不安な人も結構いっぱいいると思いますけど、今日はまあそんな不安も忘れて皆さんで盛り上がっていきましょう。はい。チューニング終わりました。そう、OK。 よし、じゃあ次の曲いきます。
時間もちょっといろいろ最初に行くだったもんで、あと2曲の時間になりましたはい、最後までもうちょっと MC 考えるのもちょっと面倒だったんで、あんまり喋ることもないんですけど、はい、最後まで楽しんでいってください。てか、この後もいろんな、いろいろ、いろんな人のバンドあるんで、はい、みんなで盛り上がって楽しんでいきましょう。はい。大丈夫？ガサガサなっちゃう。花粉症で喉が。あら。めっちゃガサガサや。大丈夫？あ。歌唱部。あ。大丈夫？あー、ダメだ。でも頑張る。これで頑張る。頑張る。頑張る。頑張れる。大丈夫。飲んだ。飲み物飲み物。出した方がいいよ。あ、あ、あ。どうした？Thank you.
まって歌ってあげたいな。頑張って歌ってあげたいな。大丈夫？いける？やばいな。大丈夫か？大丈夫。お金借りてるしな、助けてあげたいな。そこで今日のこの。そうやん。俺今日のこの三話の出演費なくてさこちゃんに借りてるっていう恩があるから何とかして助けてあげたいですけどね。ほんま、じゃあのカンボジア行ってたんですよ1週間ぐらい前まで。俺でそういうのでちょっとちょっともうあんま時間がいける？笑い込んでる。なんとかやってみよう。俺歌います？俺歌いましょうか。歌いますか？歌いますか？キリ歌える？気持ちいいね。調整よし、じゃあラストの曲です。頑張ります。頑張れ。